にちは。今日は、久しぶりにダイソー100円ショップのダイソーショップに行ってきまして、一つご紹介したいものがあるのでご紹介したいと思います。実はツイッター、以前にその音楽友達がいて、その音楽のお友達から の情報をちょっと聞いたんですけども、こんな人があるよっていうことで、ちょっと物は試しに買ってみました。で、どんな糸かというと、こちらです。刺繍糸を買いました。刺繍糸って、大体単色、原色カラーが多いと思うんですけど、この場合はミックス、多分グラデーションかな、ミックスかと思うんですけども、ちょっと色がすごくいろんな色が混ざってるようなので、ちょっと面白そうだなと思って買ってみました。早速これを使って少し小物を編んでみたいと思います。はい、作り上げました。今回は以前動画でもご紹介したと思うんですけども、こちらの雑誌30分で完成、かき割り編みのファッション小物、辰巳出版様からの、出版物の中から、小物をちょっと選ばせていただきまして、でこちらのトートバッグを編んでいきました。で、先ほどご紹介していたその刺繍糸で、作った仕上がりをご紹介したいと思います。こんな感じです。こんな感じに仕上がりました。グラデーションなんですけど、これはもう本当にうまい具合に白のラインがちょっと出てくれたんですけど、裏はこんな感じにグラデーションがかかっています。こういう感じですね。で、中を切るとこんな感じに。ちなみに使用したのは、私はこちらの、レース針の、ゼロ方針、レース針の中でも一番大きい、かぎ針を使用しました。ちなみにこちらの取っ手の方は、同じくダイソーさんのそのキラキラ光沢があるレース糸を使いました。ただこれはちょっと余り糸があったので、ちょっと余り糸で作ってみました。これが以上のもののご紹介でした。ちなみにこのせっかく小物を作ったので、この子にもちょっと登場してもらって、こういうふうに、ちょっと靴が取れましたね。ちょっと靴取っちゃいますけどこういうふうに立たせてあげると、ちょっと可愛らしい感じになるのではないでしょうか。以上が、ダイソーさんの、グラデーションの刺繍糸で小物を作ってみました。ありがとうございます。